戦はバックテレッチ側からの横風が続く中、前半戦に比べると逃げはなかなか決まらない状況となっています。2日目です。水面上は11レースを迎えました。スナッチ選抜対戦の6名が登場です。コース争いは動きはありません。スタート点に同様枠なりの体勢です。人気の中心が1番の岸本隆史、現在使用中のモーターもいよいよ残りわずかですが、看板モーターの16号機、ここ最近は結果出ていません。この16号機、1番の岸本パワー引き出せるかどうかの陰線です。1コース続いて2コースには2番の武田弘樹、前半3着粘りました2番の武田、そして3コースには3番の藤田康弘、前半戦は陰線星を落としました。そして4コース角位置は4番石丸海斗、こちらは前半陰線抜き返しての勝利でした。5コースは休み残して一本持ち、5番の折下博則、スタートが鍵となりそうです。そして6コースに6番の山崎康介、大外枠早くも踏ん張りどころの一戦です。3対3の枠なりです。11レースのスナッチ選抜、スタートまで10秒を切りました。進入隊形はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1コース1番の岸本、いいスタートになりましたが2コースが一定進ほど遅れました。3コースから3番藤田、さあ1周1マークは藤田まくり差しを狙う、まくっていくのが4番の石丸、さらに内をついて5番の折下鋭く差していく、しかし1番の岸本までは届かずというところか。スタートは前提正常、逃げる1番の岸本が先頭、2番手に5番の折下上がりました。この後ろは3番藤田4番の石丸で2マークの旋回です。先頭で1番の岸本、内鋭く5番の折下差を詰めてきました。先頭に待って一気に差が詰まりました。その差が一定進ほど、そしてすぐ後ろには3番手3番の藤田が続いています。レースは2周目、1番の岸本追い詰めていきます。5番の折下、さらにこの後ろから内をついて4番の石丸も上がってきています。2周1マーク、ここは振り切った1番の岸本先頭、ここでリードは広がりました。先頭2番手3手進と差がついて5番の折下は2番手、そして2手進差の3番手が3番藤田、そしてこの辺りでは4番石丸離されての4番手、上位3手は1番5番3番です。2周2マーク、ちょっとターンマーク外し気味でした1番の岸本ですが、先頭はキープ、まだリードは3手進あります。そして2番手に5番の折下、3番手は3番藤田、上位3人は変わりません。4番手差が開いて4番の石丸、候補は6番の山崎、2番の武田が5番手、接戦の展開です。上位3手は1番5番3番で最後のバックテレッチへと移りました。壁なしのスタート隊形も押し切りました。先頭は1番の岸本隆史、そしてあと一歩でした。5番の折下が2番手、3番手に3番の藤田が追走です。2連単は1番5番の組み合わせは 10.7 倍ノッツ、3連単は1番5番3番の組み合わせ 18.9 倍です。先頭1番岸本合輪、5番折下合輪、3番藤田合輪、4番石丸合輪、6番山崎合輪、2番武田合輪、